LST-11 は第二次世界大戦中にアメリカ海軍及びイギリス海軍が運用した LST-19 戦車用陸艦である。LST-11 は1942年8月8日にアメリカペンシルバニア州ピッツバーグのドラボコーポレーションが起航し11月18日に浸水した。しかしアメリカ海軍へは収益せず。 1943年3月23日に HMLST-11 としてイギリス海軍へ収益した。1943年5月14日にニューヨークから護層戦団アグス8へと共に地中海へ向け出発した。LST-11 は第二次世界大戦においてヨーロッパ戦線やアジア太平洋戦線に従事した。参加した戦いには 1944年1月から3月まで、アンツヨの戦い、6月のノルマンディー、上陸作戦などがあり、大戦終結後の1945年9月には、日本軍に占領されていたイギリス領マラヤの奪還にも参加している。1944年5月に、戦隊欠陥修理のためカーディフを訪れた。 また6月から8月まで、同じく修理のためテムズ川流域やポーツマスを9月12日から10月23日まで、船体の改装のため再びカーディフを訪れた。1946年4月13日にイギリス海軍を退役し、5月13日にアメリカ海軍戦籍に戻った。1946年6月5日にアメリカ海軍を除籍され、 1947年12月5日にスクラップのため売却された。ありがとうございます。